こんにちは。日本ののファンキームキーッズのふうかです。私の思う平和とはみんなが笑顔で元気をくくらせることだと思いますもちろん核兵器や戦争が起こるのは平和ではありませんいじめを受けている人暴力を振るわれている人などは笑顔で元気をく暮らしているでしょうか私は平和創作劇「アイプレイという 原爆をテーマにした劇を毎年しています。来てくださるお客さんには、命の尊さ、笑顔の大切さを伝えています。これからも私の思う平和になっていくように、たくさんの人に笑顔を届けていきたいです。ありがとうございました。